動画先生、石川博之です。今回はパソドブレのスパニッシュライン、その辺を説明していきたいと思います。はい。では、ここでちょっとお便りを紹介させていただきます。動画先生は、無料レッスンでこんなにいろいろ細かく教えてくれますけど、それで大丈夫なんですか？はい。細かく、言ってるように、聞こえるかもしれないですけど、自分としてはかなりこれはまだ大雑把に説明しています。通常の、レッスン、個人レッスンなんかの時は、今の10倍ぐらい詳しく説明していきます。なので、これぐらいのことを言っても、全然まだ言いたいことは山ほどあるので、全然平気です。はい。お便りお待ちしております。はい。では、スパニッシュラインの説明いきましょう。パソドブレにおけるスパニッシュラインっていうのは、一番重要かなって思う。自分としてはどの種目でも、らしさ、その種目らしさっていうものを大切にしたいと常々思ってます。ルンバだったらルンバらしい、ね、あるいはチャチャらしい動きなり、ね、サンバらしくとか。で、パソの場合だったらパソらしさ。らしさって何かって言ったら、一目見て、あ、パソってわかる、ね。そう考えると、スパニッシュ、ね、スパニッシュライン出ればもう、まあ、一目でもパソってわかるんですね。もう音楽とかなかったとしても、ズバって入れば、あ、パソ。一発でわかる。それぐらい、そのパソというものを、イメージしやすいのがスパニッシュライン。だここの良し悪しっていうのが、パソ全体の、その、ね、クオリティに関わってきます。で、踊ってれば、密曲の中に、スパニッシュラインなんて何度も出てきますので、ね、で、使用頻度の高いものほど、やっぱり、ね、うまくできてるかできてないかで差が出てきますので、よく出てくる、他の種目もそうなんですけど、よく出てくるものは、うまい方がいいと。まあ、当たり前ですよね。はい、スパニッシュラインの説明いきましょう。まず足なんですけれど、ちょっとね、スパニッシュラインって小さめよりは少し大きめに作った方がいい、かっこいいと思います。ちょっと横でいきますね。例えば、ね、これぐらいでもダメってことはないんですけど、この足がもうちょい大きい方が、できればもうちょい大きい方が、スパニッシュラインとしては綺麗に見えると思います。なので、フォアバーはちょっと大きめに作ると思ってます。で、足若干クロスします。正面でいきますね。これに対して、ちょっとクロス、ね。で、多いのは、スパニッシュの時にクロスしすぎる人が多い。これぐらい足がクロスしている人っていうのをよく見ます。これ逆にクロスしすぎなの。ま、ね、っすぐよりは、本当に10センチぐらいでいい。だから、本当ちょっとクロスぐらいの。でも実際パソの時のスパニッシュラインで、じゃんじゃんじゃん。すごいこうクロスしちゃってる人っていうのもよく見ますね。そんなにクロスする必要はないですね。ちょっと、まあ、まっすぐに対して10センチぐらいのちょっとしたクロスです。で、前の足のね、かかとが、これが上がってるわけなんですけど、で、これを、トーでやる、つま先ね、トーでやる歯の人もいますし、ボール、指の付け根でやる人もいます。これもちょっと流派的なものがあるんですけど、どっちでもいいと思います。トーでいけるんであればトーで。ね、ただ、そこでつま先ね、指先にしたって、それでグラグラとかしちゃうようだったら、ボールで十分。ね、かかとが上がってれば別に、指の付け根のとこでも、ね、トー立ちでやってもどっちでも構わないと思います。で、かかとを上げました、ね。で、足がちょっとクロスして、フォア幅はちょっと大きめで。
この時に、先に、うん、じゃよく、うん、ある、まあ、ミスというのかな。まあ、間違いってことはないです。あんまり良くないスパニッシュラインやってみます。ちょっとわかりやすいところでいきますね。スパニッシュラインを作ってみます。どこがいけない？わかるかな？これは良くないスパニッシュ。もう一回いきましょうか。これはあんまり良くない。これで、あ、ここがいけないんじゃないって分かれば、結構パスの、ね、パスを分かってる人だと思います。シンキングタイム2秒。1、2、はい。答え言いますね。じゃあ、いい方のスパニッシュライン行きます。こっち。ね。さっきと何が違うの？と思うかもしれないけど、悪い方いきますね。あ、ちょっとわかったかな？いい方いきますね。ここのラインが全然違うのわかる？悪い方のスパニッシュはこうだったの。開いてるのわかるね。いい方は、確かな、前回は確かなの時言ったと思いますけど、乗ってる方をそのまま前に使ってくるんです。パスの場合は。なので、右に乗ったとします。これをそのまま前に使ってって、左側が出てくるはずなの。だけど、さっき今言った悪い例っていうのは、これを後ろに使って、スパニッシュを作っちゃう。ね、と、これスパニッシュラインじゃないんです。ないというか、まぁ、弱い感じがします。じゃなくって、これは、そのままで、ぐいっと入れておかないと、綺麗なスパニッシュラインになりませんので、その足を、回転がゼロとは言わない、ちょっと回るかもしれないけど、まあ、ルンバジャジャのよう、サンバのように、足をぐるんと回して、スパニッシュにはならないです。なので、ね、見たときに、この後ろの足がぐるんと回ってる、この足がぐるんと回ってると、もう、まあ、ぶっちゃけあんまり上手くない人のラインってこと。この足がそのまま、そのまま入ってますよね、後ろの足がね。これはダメってこと。こっち側が正しいものということです。いい乗ってる方の足の使い方。ね。で、注意点どんどんいきますね。いっぱいありますので。ね、で、回さずにそのまま出したとする。で、ここで、あと多いのは、ウェイトが、後ろ寄りになってる人。さっきのボールターンしちゃう人も大体そうなるんですけど、悪い例ね、スパニッシュが、こう。体重がこれちょっと後ろの方が強いんです。もっと極端に言っちゃうと、こう。ね。確かに前のかかと上がってるけれど、ね、前に体重がほとんどかかってないような感じ。スパニッシュラインではないです。スパニッシュラインっていうのは、結論から言うと中間。ほぼ中間です。中間ってことは、前進の場合は結構前っていう感じになる。なので、フォア幅少し大きくしておいて、なおかつウェイトとしては結構前の方にかかってるような感じ。ね、例えばですけど、どんな？これぐらいが中間？このポジションで前のかかとがあればこれが中間ということになる。そうすると、これだとやっぱりちょっと弱い感じしますよね。これぐらいで中間ぐらいになるということ。わかる？ね。スパインシュラインと似たようなラインでプレスラインっていうのがあります。これはルンバとかチャラとかに出てきますけれど、それは逆に、ね、例えばですけど、こういうこと。ね。例えば、まあ、チャチャなんかでもね、チャチャチャ、キュー、スイッ、チャチャチャ。そういう時出てくるのはプレスラインと言って、プレスライン。前にプレス、ウェイトはかけてますけど、それこそさっきの悪い例じゃないけど、お尻がこっち側に入ってます。ね。これはプレスラインということ。スパニッシュは、こうですよね。だいぶ違いますよね。これ結構区別がついてない人いるんで、
パソなのにプレスラインを作ってる、ね、手だけ返してこうやってプレスラインになってる人っていうのはたまに見ます。本当はスパニッシュなのでよいしょ、でお尻はとにかく前に、で胸上げて、なのでこのお尻の位置、ね、向きとお尻は回さない。言ってなかったかな、ウォークの時に言ってないか。パスを他の種目とね、違うよって言った。ルンバチャチャ、サンバ、ジャイブと違うよって。何が違うかっていうと、パスってヒップムーブメントがないんです。ね、お尻を回さなくていい。だからみんなが得意なはずなんだよ。ね、だこれが皮肉なもんで、ルンバチャチャもっと動かして、で、ね、お尻もっと動かして、って言われる。でもあんまり動かない。で、パソの時お尻動かさなくていいっていう時、その時はよく動く。ね、まあ、ダンスあるある。なんでそういうふうに逆、私いつも逆になっちゃうっていうふうに思う人がいるかもしれないけど、実は逆になってるわけではないんだよね。例えば、そうね。じゃあ、膝で考えましょうか。膝。ね。ルンバの時伸ばして、もっと伸ばして、伸ばして、って言われる。ね。で、サンバ踊ったら、サンバもっと曲げて、曲げて、って言われる。ね。ルンバの伸ばさなきゃいけない時は曲がる。曲げなきゃいけない時は伸びる。ね。なんで反対になっちゃうんだろう。それはね、反対になってるんじゃなくて、両方、同じようになってる。例えば、こうなってたとする。ちょっと曲がってる。そうすると、ルンバだったらもっと伸ばして伸ばしてっていう風に言われるんです。で、サンバを踊った時にこうなってたとする。サンバだったらもっと曲げてって言われる。だ実は、逆になってるんじゃなくて、両方同じようにやっちゃってるので、そういう風に言われるわけ。ダンスって、ある種、ちょっと極端なんだよ。伸ばすときは思い切って伸ばす。曲げるときは思い切って伸ばす。あ、思い切って曲げる。っていう風になってるのに、中途半端な曲がったままでやっちゃうとどっちつかず。ということになります。話ちょっとはい、戻しますね。スパニッシュラインのところに行きます。ね、まず下半身の方を言いました。で、姿勢はね、パソのこの姿勢のままなので、でスパニッシュになったときお尻は前。ね。この時もお尻は前でしたね。お尻は前にやって、このお腹の部分が伸びて胸が上がると。ね、で、肩は開いてると。ぐいっと開いてます。まず、こっから下のラインはそういうこと。もしそっち側に作ったとすれば、そういうこと。横向きでいけば、ね、こういうふうになってます。お尻は入ってると。胸上がってると。まず、ここまでは良いとします。練習してみてください。Let's practice.